疲れーい、よしよし、今日は、うん、いや、なんとすごいっすよ。ちょっとウェイズして、バーン、テレテテレテ、最近テレテ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 、俺が登場するところか。あの、あれじゃない、あのマックのプライドハック上げた音みたいな、テレテテレテテレテ。ちょっと俺もう登場してみるわ、音楽流れるわ。はい、行きましょう。今日はすごいメンバー揃って、うん、こいつあの来週一人で、まあこの動画流れとる週だな。一人ですね。あ、一人じゃないけど、カンタとイケメンと爆速と3人でちょっと俺ら抜きでライブやるらしいので、はい、ぜひチャンネル登録と。トシ君の目見てください。あれ俺もみたいな話で。いや、逆に俺喋らんやつだけで結構ね、視聴者喜んどったので、はい、喋らんやつだけでやってみるとどうなのかな。今のも参加しよう。まあ、トシ君入れたらトシ君ずっと一人やる。いや、なんか違うよ。逆に言うわ、俺らとお前らバランスが悪すぎて、お前ら全然喋らんし、で黙れ黙れ、ずっとコメント入るじゃん俺ら。確かに。もっとイケメンさんが喋っとるとこ見たいとかさ、はい、入るもんな。いや、すごいね。でもこれね、もうこれ先行くんなんでしょ。誰行くの。これはトシ君一人で組んでもらいました。トシ君休みの日に残業して。はい、残業します。残業中。残業8時間っす。高さがね、だいたい18m、17m。 もうあれビル6階相当です。6階 ?6 階、7階です。まあ、たまに、だって、まあ僕らはないですけど、うん、まあ、材料落として人にぶつけたとか、そのニュースとかであるじゃないですか、うん、もう今はもう本当によく問題になっとるな。そうですよね、うん、材料落とすことが。で、材料落としたらどうなるか、まず車で実験したいと思います、また。あー、前回イエーイ、あれ使うではテレビみたいな。そっちの方が早い。まあこれ投げて、ここにもう材料を当てると。当てます。うん、で、あの、まあこれ車もちろん廃車になって、もうずっと素焼きも置いてあるんだから、はい、で、部品取りかなんかで置いてあったやつなんで、まあちょっと企画で最後使おうと、はい、まあこれでくしゃくしゃにして、はい、まあ五輪中だよね。事故も多いし、まあこの間なんか足場の解体動画あったじゃん、はい、あれなんか結構もうみんなから声もいただくし、はい、なんか現場用にも使ってもらったの、安全対策かなんかな、現場、足場倒すなんかバーンって、なんか見たって言った。現場で安全対策になる動画見た、はい、で、振り返ろうと知ったとか、はい、監督さんがこうやってやっぱすごいから足場気をつけてねって、はい、で本当にまた最近ちょっと台風多くて足場の倒壊事故とかさ、そうですね、物を落とした事故ってやっぱニュースになってるじゃん、はい、うん、なんで、まあこういうの見ると、まあ俺はビビるってね、実際に、あ、こんなに危ないんだって、はい、本当クランプ1個でも人の命落とすでね。まあそうですよね、だからまあそういう動画になればなと思ってますんで、はい、うん、まあこれちゃんとした説明したから、ここからもう俺チャケていいでしょ、皆さん。チャケますので、よろしくお願いします。はい、じゃあとりあえずね、材料を持って上に上げて、うん、じゃあぜひね、今から落としてみて。もうお前 YouTube 何年目だって。初めて反抗した、初めて反抗した。お前が動きゃいいや、別に。お前も足ついとるだろ、お前三脚か、こら、お前、おい、もう三脚かて、もう三脚かて、おいおい、僕が偉いじゃん。いや、でれこえ、この足場。いはいよ、トシ君。集まってください。危ない危ない。ちょっと下げてもらっていいっす。はいよ。うわ、怖いな。怖いっすね。いや、これ車輪ならんぐらい怖いんやけど、マジで。今回倒れたら本当に俺らそっちまでガーッいくやん。とりあえず今張りに行ったわ、カンタが。あれ、何やったらもう大丈夫でしょ。あー、俺よかった。怖いでな。下でよかった。いやー、オッケー。下でよかった。なあ、えい、レッゴー。余裕っすもん。下だよ、余裕だろ。危ない危ない、倒れた。いや、ロック切れそうやな、これ。あれ、簡単、簡単。Wow.
そうそう、ほんとあの高速より高いかい、こっちのがあっちの高速より こっちの方が高いっすもんね。ちょっとでいいよ。大ブラ行くわ、大アサブラ。ブラあげるわ、ブラ。いいよ、いいよ。ジャッキーとかは、ジャッキー、ジャッキーは、ジャッキー上から落とすことないじゃん。これね、これ落ちたらなんか3トンぐらいになるらしい。17メーターから落ちたらこんなね、2、3キロぐらいのものが3トンぐらいになるらしい。マジっすか。ゆっくり上げたいね、これ。ちょっとクランプが閉まらんかったもんで危ないっすわ。ゆっくり早く上げたから早いよ。間違えた。くるくる巻きすぎでしょ。どんだけ巻いてもね。準備完了。準備完了ですね。準備完了。まあ、お前は気に入るよ。さっきおやつがちょっと張ってたんだけど。いやいや、こいつ今からすごい仕事があるんで。とりあえず、ただ車持ってけ。ヘルメットかぶってたから大丈夫だよ。ヘルメットかぶってたら大丈夫だよ。そのためにヘルメットだろ。大丈夫だよ。準備いいですか。オッケーですか。準備オッケー。気持ち悪いです。あ、揺れて気持ち悪いです。揺れる。危ないね、でもね。ちょっとカンタ一回リフトであそこ ついたってバーン。とりあえず一番軽いもんから行こうか。クランプだね。さっき見せた直行クランプって言って。はい、じゃあさっき見せた直行クランプから行きます。ちょっと上がないで。もうちょっと上がるとこがいいぞ。危ないです多分。それ違うっすよね。クランプ、クランプ。いや、みんな道具ちゃんとあれ落下防止つけてないとどうなるかで。まあ、そうやね。あ、そういうことね。お願いします。いきます。はい、行きます。せーの。あがっ、まあまあ車すごい。全然大丈夫。トシ外さなかった。僕外しました。まあ、それは外したよ。貫通しんかったね。貫通しんですね、全然。あ、でも結構いってるわ。貫通しんね、意外に。結構でもへこんでますね。めちゃくちゃへこんでるけど。お前車乗ってきゃよかったよ。もうそれ言われたら絶対立っといるわ。よし、かい。いきます。うわっ、当たった。いやー、いいじゃん。じゃあクランプいきます。はい、はい。おー、びっくりした。おー、危ない。おー、びっくりした。おー、危ない。おー、びっくりした。おー、危ない。まあでも楽勝だね。いや、ブラケットは僕で中に乗りましょうか。ドライツ人間になったら死ぬかどうかだけで。そうっすね、僕でいいっすね。じゃあ次何？ダイブラ？コブラ。あ、コブラ？ニゴ。じゃあ、ニゴブラ。コブラからいきます。お願いします。お願いします。せーの。うわー。やっぱり迫力ある。迫力ある。うわっ、穴開いた。じゃあ次何？手すり。手すりか。手すり。なんで俺がこの手すり抜くの。それおかしくね。じゃあ歯もね。汚いやつ。力入っていこう。マジ。そうですか。レスリー行きますね。レスリー行きましょうか。投げまーすとか言ってね。じゃあお願いします。お願いします。いきます。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。うまかったっすね、今。まっすぐな。めっちゃ綺麗にまっすぐ落としたよ。めっちゃ綺麗。うわっ、すげえ。でも案外、あんなの勘だね。ほら勘だ。勘っすね。勘だ、全然。次、アンチ。アンチはやばいな。アンチはやばいな、これ。もうアンチと一緒や。あ、コメント残してくるアンチと思ったら一緒や。アンチ、縦に行け。縦に。縦に行きましょう。やばいね。行きます。お願いします。よし。おっ、うわー。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 おえっ、おっ、
やばっ、やばいって、うわっやばいこれ、ほら、まあ、でも案外貫通しんですね。貫通しな、ちょっと待ってけよ、やばい、人間にいけるぞ人間いけますね、めっちゃ曲がったら、いや、これ曲がった案外綺麗にまっすぐ落としたら何も曲がってない、全然曲がってない、いけるね、普通に、あー、サブやね、次サブサブ行こうか、お願いします、いきます、はい、うわぁ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 やっぱ使えるぞ、うわぁうわぁ、これは刺さりますね、さすがにやっばっ、うわっこれはサムラスが刺さるっしょ、重量からして刺さるわね、加速しな、急遽ね、はい、まあ、今あのやったけど、あのヘルメット、はい、ヘルメットって本当にさ、まあ、被っとって安全かどうかで分からん、この腰、そうですね、でどれぐらい安全かっていうのは、あそこの高さがクランプをしてきて、はい、あれで守ってくれたら、まあまあすごい、ちょっとまあ当たればですけど、当たったらちょっと見れると思うんで、はい、まあこれ安全大会で使ってください、ヘルメットで、ね、いかに大事かっていう、そうですね、もう割れた場合は試合に、まあ割れた場合は試合に、よし、当てれ方がいいねよ、お願いしますよ、お願いします、パス当てますよ、お願いします、いい、よー、1投目、はい、お願いします、おー、確かにおー、確かに全然上がんやん、いい、3球あるでしょ、いきます、2球目、お願いします、よし、あかん、おー、当たった、今当たって、上から見て当たった、当たってない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 、うわっ、多分、フロントガラスの前より後ろの方がいいな、最後、ラスト、お願いします、よし、いった、まともに当たったね、今いった、おー、当たった、いった、おー、当たった、いった、おー、当たった、まともに当たったと、まともに当たったね、今まともに当たって割れた、全然割れてヘルメットマジで大事だからね、ほんとにすごい、これで分かったでしょ、10、まあその衝撃はすごいと思うけど全然割れてないから、こんだけだもし例えばね、2回3回から落ちてね、頭も守れてる、すごいな、すごい、はい、完成です、終了、はい、終了です、ごめんなさいです、よし、また見てね、ただサブロックだけじゃないですか、貫通したの、まず全部やばいかなと、くしゃくしゃになるかなと思ったけど、うん、案外まあ6回7回から落としても、うん、ただでもやっぱ貫通したりへこんだりするんで、うん、まあこんだけね、足場材落としたら車でもいいとも簡単に貫通するってこと、まあそういうことだな、はい、まあ、でも案外、まあ、でも人に直接一般市民だったらもうアウト、アウトっすね、現場でヘルメットだったら案外いいのもあるな、はい、だからヘルメットはもう肩に当たったら多分シャレになる、まあ、死にやせんってことだな、現場だったら、はい、ヘルメットかぶってる、まあ、多分クランプぐらいだったらキャッチできるっすもん、僕よくキャッチしよう、キャッチできるんだろ、はい、よく2人でバラしますよ、それぐらいかどう、でもやっぱ投げ取って怖い、投げるのは別に特に、そう、ここにいるのが気色悪いです、気色悪いって書いてある、はい、視聴者の皆さん、じゃあ最後、はい、ちょっと解体動画も楽しみに見ておいてください、はい、見ておいてください、またね、また見て、お願いします、オーケー、マーマーマーすごいマーマーマー